僕らはさ何もつかない。ウェルビーイング、それは体も心もそして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ沖縄セルラーがお届けします。大宜味村旧喜如賀小学校内にある自然の魅力をありのまま生かしたサウナにお邪魔しました。過疎化のため2016年に閉校するまで127年間地元に愛されてきた大宜味村立旧喜如賀小学校。2022年この土地の良さを生かしたユニークなお店が誕生しました。山上明子さんと地域活動を共にしてきたデザイナーの河野翔さん、喜如賀小学校で何かを始めようと思った時真っ先に浮かんだのが森に囲まれたサウナでした。これはサウナ室で使うハーバルウォーターを作るためのゲットですね、素材です。はい、もう取りすぎなければもう次のね葉っぱが生えるぐらい残しておいて、はい、取りすぎないで、こんな感じでこの辺でやめときます自然の魅力をありのまま生かしたい、できるだけ自然の素材にこだわる河野さん。お湯も地域で採れる薪を使って沸かします。例えばもう熊本とかはやんばるでも炭とかにされてきたものなんで硬くて一旦火がついたらもう長いんですよね。でも炭とかはあれじゃないですか、早いじゃないですか。だからそれをこう使い分けて温度をだいたい65度から80度の間で調整して低温サウナを完成させてます。だからやっぱり夜に楽しんでもらえるように宿泊施設ができたりした時になんか夜のコンテンツとして夜サウナやりたいそれはやりたい。僕らは生活してるから知ってるけど、もう朝も夜もいいじゃないですか、やんばる。それを体験してもらえたらめっちゃいいっすよね。できる範囲で自然と関わることは河野さんにとってウェルビーイングな喜びをもたらします。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。沖縄セルラーの提供でお届けしました。